ネボイシャコソビッチは、モンテネグロとセルビアのサッカー選手。モンテネグロ代表。ポジションは MF。ニクシッチに生まれ、FK ボイボディナのビサドに練習生として参加。2011年4月9日の FK スロボダウジツェ、1で、トップチーム初出場。このホームゲームは3から1の勝利に終わった。2010から11シーズン、リーグでもう1試合に出場し、 クラブは3位でシーズンを終えた。2012年2月に3年のプロ契約を締結したものの2011から12シーズンの出場はわずか1試合に止まった。プロ初得点は2013年3月9日の FK ビースケボルツァ戦で、この試合は3から3の引き分けになった。2013年7月4日の UEFA。 ヨーロッパリーグ2013から14予選では、ハイバーニアン FC から得点を奪い、欧州サッカー連盟主催試合で初得点。2013年9月には2017年夏まで契約を更新した。2014年1月には、ジュピラープロリーグのスタンダールリエージュに移籍。4年半契約で移籍したものの、すぐに、ウイッペシュと FC にレンタル移籍。 ネボイシャ・ビグニエビッチ監督のもと、マジャルクパ、マジャルスペルクパの双方を制した。2015年冬の移籍市場で、スタンダールリエージュに戻ったものの、トップチームでの出場機会は得られなかった。2015年8月7日に4年契約で、パルチザンベオグラードに移籍。8月22日の FK ボラツ、チャチャク戦で移籍後のセルビアスーペルリーガで、初出場。 2016年3月12日の FK、ボジュドバツで、オーバーヘッドで得点し、パルチザン初得点を飾った。2019年3月31日、45万ユーロで、カザフスタンプレミアリーグのカイラトへ移籍。シンガポールユースオリンピックに、モンテネグロ代表として出場。シンガポール相手に得点したものの2から3で敗れた。アンダー代表では U-17。17 U-19, U-21 での出場経験がある。2016年5月29日の新前試合トルコ、代表戦の83分から出場し、モンテネグロ A 代表初出場となった。ありがとうございます。